はいどうも、田原元就です。この動画では毎日王冠と京都大商店、この2つの注目場をやっていきたいと思っております。ちょっと最近なかなかバタバタしてしまってですね、昨日も動画を上げる予定だったんですけれども、ちょっと時間が取れなくてという感じで今日になりました。で、今回ちょっと特別にという感じではあるんですけれども、この週末に行われるスーパー G2 といえる毎日王冠、そして京都大商店、この2つのですね、注目場を合わせてこの1つの動画でやっていきたいと考えております。では最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、まず取り上げるのがアドマイヤハダルという馬です。こちらの馬がですね、3歳の時はね、結構若葉賞を勝ったりですとか、皐月賞で好走とか、そういった実績あったんですけれども、そこからなかなか勝てずにという、そんな状況となっております。まあ、前走もね、リセット競争できれば勝ってほしかったという、そんなところはあったんですけれども、それでもですね、1800メーターで1分44秒5ということで、その時の走破時計がメンバーでも、このメンバーでも上位にランクされるという、そんな優秀な時計でした。やっぱ週末開幕週の東京ってなると時計勝負というところがかなり僕の中で想定されておりますので、であればやっぱ持ち時計に秀でたこの馬、それを無視するわけにはいきません。で、この馬は特徴としてですね、道中は結構一桁着順とかそれぐらいのところにいるんですけれども、そこから上がり3ハロン33秒台前半とか、要はある程度好位につけつつ上がり3ハロン上位の足を使えるという、速い足を使えるのがこの馬の特徴となっております。まあ、今回よくも悪くもですね、結構例えばソングラインとか、シュネルマイスター、ジャスティンカフェなんかがあまりにも後方一気になってしまう可能性がある。そう踏まえた時にある程度の位置に5つ、高位で上がり3波の上位の足を使える、速い上がりを使える、そういった条件に合致するのがこの馬だと僕は考えておりますので、この重賞のメンバーでも構想を警戒すべきではないでしょうか。はい、次ではエルトン・バローズを取り上げます。こちらの馬が3歳馬なんですけれど、未勝利から3連勝で、重賞制覇を飾ったというそんな一頭です。目下の充実ぶりなんかはね、本当にこの3歳世代の屈指みたいな、そんな馬だとは思うんですけれども、当時がですね、ちょっと、まあ当時って前走ラジオ日経賞なんですけれども、まあ、3着のレイベンスティールの方が後方から来たんですけれども、それ以外は、全て上位馬が4角5番手以内。まあ、開幕週の福島ということで前残りが傾向が顕著だった、その展開を利したところは否めませんというそんなね、僕の感想となっております。で、当時の勝ち時計が1分45とかそれぐらいだったと思うんですけれども、当時の勝ち時計がですね、まあ、それを上回ったような馬が過去にいたんですけれども、例えば2015年に買ったアンビシャスという馬がいたんですけれども、その時の勝ち時計がね、この馬を0秒4ほど上回るような時計でした。そうだったんですけれども、それでも古馬初戦の古馬相手の毎日王冠では馬券圏内に入ることができなかった。やっぱ3歳馬にとってですね、この毎日王冠というグレードというのはなかなか簡単には超えられる壁ではないと思っておりまして、過去の勝ち馬なんかもね、例えばシュネルマイスターとか、ダノンキングリーなんかは全て春の東京芝の G1 で実績があったような馬たちでございます。やっぱそこの部分においてね、僕の中でちょっとマイナス材料となっておりました、おりますので、やっぱこの安田記念上位組をはじめ、結構強力なボバが揃った中においてはね、ちょっと評価を下げざるを得ないという、そんな印象です。はい、次ではジャスティンカフェを取り上げます。こちらの馬が前走エプソムカップ、こちらの方で待望の重賞制覇を飾ったという、そんな一頭となっております。まあ、この馬ですね、マイル G1 を何度か使われた経験もあるわけなんですけれども、それでもやっぱですね、やっぱ前走のパフォーマンスを見る限り、芝の 1800m、この条件の成績が1201ということで、やっぱこの馬に関して言うとね、マイル G1 とか、なんなら 2000mG1 で活躍する姿、僕は正直あんまり見えてこないというのが正直なところでございます。まあ、そうなると昨年の構想したこのレース、そこに舞台が同じということはね、かなりいい材料ではあるんですけれども、前走との比較、そこで考えた時で言いますと、前走が結構な外芝だったこと、ここは頭に入れておいてください。まあ、ソムカップ全般に言えることなんですけれども、開催が終盤に差し掛かって、東京連続開催でかなり芝が痛むという、そんな条件でもありましたので、やっぱ前走に関しては僕は正直、展開の利だったりですとかね、そういった馬場の恩恵、そちらがでかかったと考えております。なので正直勝ち切るゾーンに置くにはちょっと僕は勇気いるかなという、そんなところではあるんですけれども、やっぱこの条件の実績というのはね、当然軽視はできないと考えておりますので、まあノーマークにはできないかなというそんな一頭です。はい、続いてはシュネルマイスターですね。こちらの馬なんですけれども、一昨年のこのレースの覇者となっております。昨年の秋ちょっとね、調子悪かったという状況だったんですけれども、そこからこう、なんとか立て直しに成功いたしまして、春競馬、マイラーズカップ1着、そして安田記念3着ということで、まあ、その中でもですね、上がり3波の最速の足を使っている。これは僕の中でかなり評価していいのかなという、そんな印象です。
で、この馬、2年前にこのレースを勝っているんですけれども、当時下した相手が、安田記念を勝っていたダノンキングリーだったんですけれども、そのダノンキングリーというのがね、もう近年稀に見る、近年でもトップクラスの1008校舎ということで、1008の勝ったやつ全部確か重賞だったと思うんですけれども、そういった馬が唯一、生涯において1800m で馬券圏、敗れた馬、その敗れた馬に先着したのがこのシュネルマイスターでもあります。まあ、そこからなかなか 1800m、 左回りの 1800m は使われてこなかったわけなんですけれども、今回久々に、その条件に変わるということもありますし、前走地との比較でいうとね、今回ソングラインとは1キロの金量差に縮まったという状況でございます。ちょっと内枠を果たしてどう捉えるか、これちょっとスタートというか、このままあんまりエンジンのかかりが早いという、そんな感じはしませんので、そこはちょっとね不安はあるんですけれども、まあ、それでもこの距離への適性だったりですとか、まあ、仕上がりなんかもね特に問題ないと考えておりますので、今回、それこそ、ね、2年ぶりの美酒に酔うみたいな、そんな可能性がねぐっと浮上したような、そんな一頭だと考えております。はい、続いてはソングラインですね。こちらの馬なんですけれども、言わずと知れたようなね、現役の最強マイラーと、もしかしたら言ってもいいような、そんな一頭だと考えております。ただ、これ皆さんももしかしたら同じ感じかもしれないですけれども、最強感が本当ないなという、そんな印象がありまして、まあそういったところがですね、この G1 を3勝しているにも関わらず、すべて4番人気ということで、なかなか人気を取りきれないという、そんな要因なのかなという、そんなところが伺えます。ただ、まあ、前走なんかはね、結構ソダシもおりましたし、ジャックドールとか、それこそシュネルマイスター、セリフォス、そういったマイルだったりですとか、G1 馬がずらりと、揃ったレースを勝ち切ったこと、前走のレースぶりに関してはね、全く文句のつけようがありません。で、今回なんですけれども、初めての芝 1800m に加えて、初めての金量57キロ。まあ不安ですよね、正直。これは不安と言わざるを得ないんですけれども、そうなるとまたしてもね、人気ないのかなと思ってしまうんですけれども、やっぱこの前からしては東京ではあんま逆らいたくないというところに僕の中で結論は行き着きました。この馬の東京芝の成績が 5-2-0-1 ということで、まあほとんど馬券圏外がないという状況でもありますし、やっぱ東京のソングラインだとね、今回人気がとのバランスで考えた時に、やっぱこれが評価の落とせる限界です。それぐらいちょっとやっぱね、東京のソングラインには警戒すべきだと考えております。最後に取り上げるのがノース・ザ・ワールドですね。こちらの馬なんですけれども、前走はリセット競争のメイステークス。こちら参戦したんですけれども、掲示板外ということでね、ちょっとなかなかオープンの壁は厚いという、そんな印象は拭えないんですけれども、僕の中で一つ強調したい点がありまして、今回内枠を取れたこと、これかなりね、僕の中でやったという、そんな感じが浮かんできてしまったという、そんな馬ですかね。まあ、この馬自身はですね、週中のデータ分析でお伝えさせていただきましたが、芝の 1800m で 2-3-0-1 ということで、非常に安定した成績を残しております。で、この内枠だとですね、7回ぐらい確かあったと思うんですけれども、それで5回ほどの馬券圏内ということで、内枠の構想率が非常に高いということで、まあ、特に前走なんかはね、ちょっともう一回、できれば見ていただきたいなという、そんな一戦だったんですが、まあ、スタートで出遅れまして、道中外からグイッとまくるような、まあ、東京でまくったらまず無理です。そんな状況だったわけなんですけれども、それでもなおですね、直線半ばで一瞬、これ馬券圏内あるかなというところまで押し上げたこと、これはね、僕の中でかなり評価しているという、負けてなお評価すべき内容だったと僕は考えております。で、今回内枠を取ったんですけれども、結構このレース自体がディープサンクの似合いみたいなところがありまして、結構人気ないとこでもね、構想歴もあったような、そんな血統でもあります。まあ、とはいえ、3着がいっぱいいっぱいだと僕は考えてはいるんですけれども、逆に言うとそのゾーンだったらね、もし今年の毎日王冠で何らかの紛れがあるという、そんなところを想定した場合に、この馬の存在は外せないと僕はそう考えております。はい、次では京都大賞典に参ります。こちらも取り上げていくんですけれども、まずはアイアンバローズ。こちらの馬を取り上げるんですけれども、まあ、金走着順で言うとね、ちょっとあまりにも見栄えが良くないという、そんな成績になっておりまして、前走天皇賞なんかもね、先行したんですけれども、惨敗という、そんな結果に終わってしまいました。まあ、ただ、当時改めて振り返った時に、ちょっとね、タイトルホルダーの方にアクシデントがあったにせよ、まあ、結果的に早めの先頭で、迎えることになりまして、そういう結構強気の競馬をできたこと、まあそれ一つの収穫というふうにね、復調に向けた一筋の、光が芽生えたような、そんな一戦だったとも考えております。で、今回の舞台が京都の、久々の京都の 2400m 京都大賞典なんですけれども、やっぱ僕の中でその京都外回りの長距離戦って、それこそ、過去、ブエナビスタが確か差し損ねた時の TM、プリキュアと、クイーンスプバンテかな、その2頭が逃げてワンツーを果たしたような、そんなこともありましたし、過去にはビートブラックが大穴を開けたような、そんな条件でもあります。
やっぱ淀の長距離戦、こういった条件だと僕はどうしても先行馬に目がいってしまいます。でなった時に前走ある程度の見せ場というかね、そういった部分を作った馬でもありましたので、やっぱそれは僕は今回このアイアンバローズに波乱の可能性を託してもいいのかなという、そんな状況ですかね。でこの馬自身芝の 2400m においては 3-2-1-3 ということで構想が目立っているという、そんな距離代わりでもありますので、やっぱそういった波乱の可能性というか、そういった死者の部分でいうとね、やっぱ全然あってもおかしくないという、そんな風に考えております。はい、続いてはベラズールですね。こちらが昨年のこのレースの勝ち馬となっております。まあ、当時は3勝クラス勝ったばかりの参戦だったわけなんですが、阪神の外回りの 2400m、この条件で直線一騎を決めたという、そんな一頭です。でそこからがすごかったですよね。ムーアジョッキーが乗ってジャパンカップまで勝ってしまうという、そんな昨年の春の状況から考えられない快進撃、そんな感じだったんですが、ちょっと今年なんですかね、なんかこういろんなものが抜け落ちてしまったような、そんな状況になっておりまして、ちょっとなかなか言いづらいような成績になっております。で今回が、まあ、昨年勝った一戦ではあるんですが、まあ、G1 馬というね、そんなランクをつけてしまった馬でもありましたので、筋量は59キロ、まあ、これも簡単ではないのかなという、そんな状況ですかね。で、おそらく陣営としては最も狙いたい条件がジャパンカップ、次走のジャパンカップ連覇を目指すという、まあ、相手は超強いんですけれども、そういったところだと考えております。まあ、実績は十分ではあるんですけれども、やっぱこの舞台で、なかなか中心思とかね、そういった強調材料を見出しにくかった、そんな一頭です。はい、次はディープボンドですね。こちらの馬なんですけれども、春には天皇賞、春で、この2着ということでね、なんと G1 で4回目の2着ということでね、ちょっと心境としては勝たせてあげたいという、そんな風なところが浮かんできてしまうような一頭です。でこの馬なんですけれども、結構ねこの京都外回りの長距離戦がなかった時代に阪神で、ずっと代替開催だったわけなんですが、この馬に関して言うとね、この数少ない京都外回り経験者といいますか、それこそ3歳の時にも京都新聞杯勝っていましたし、菊花賞で4着、そして2走前の天皇賞春2着ということで、この京都外回りにおいてはほとんど大崩れがないという、そんな一頭です。でまあ、この実績ですので、果たしてこの前哨戦であるこの一戦を、どう捉えるかという陣営のところもあるとは思うんですけれども、このままでね、ちょっと、まあ、よくも悪くという言い方になっちゃうんですけれども、秋の G1、特に東京、勝てるかなっていう、そんなところが正直なところなんですね。まあ、勝てる、勝てないはまだしも、連帯、馬券圏内、そこすら正直かなり危ういという、僕の中でそんな印象がありまして、であれば、ある程度目先という話になってしまうんですが、この京都外回り、最も得意とする舞台でね、サクッとこう賞金を稼ぐという、そんな陣営のね、一つの意図も考えられると僕は思っております。で、この馬今年3回使われたんですけれども、いずれも筋量58キロ。なんですが、今回は筋量57キロということで、多少は楽になっているという、そんな状況でもありますので、今回休み明けという、金層だとねちょっと休み明けどうなのかなという成績ではあるんですけれども、それでもね僕の中で軽くは使っていけない、そんな一頭だと考えております。はい、続いてはヒートオンビートですね。こちらの方が前走目黒記念で、待望の重賞初制覇を飾ったという、そんな一頭です。まあ、当時がで目黒記念だったんですが、1着3着4着まあ、この馬も含めた上位馬のほとんどが道中10番手以下、まあ、結構の差し決着だったわけなんですけれども、それでもやっぱね、その東京 2500m におけるこの馬の安定感には目を見張るものがある、そんな風に考えております。なんですが、ちょっと昨年以降ですかね、昨年夏以降で言いますと、昨年の夏の新潟記念ですとか、その前の日経賞ですかね、今年の春の、そういったレースなんかでは馬券圏外ということで、ちょっと年を重ねてこう、なんていうんですかね、得意条件が固まってきてしまったかなという、そんな印象も脱げないというね、そんな一頭だとも考えております。でこちらはデータの話なんですけれども、この京都開催の2011年以降に限定すると、前走目黒記念組が、まあ、成績でいうと0018ということで、この東京の長丁場の 2500m と京都外回りの 2400m がなかなかリンクしないという、そんな状況もね、一つのデータとして生まれてしまっています。まあ、今回はそれカーダジョッキーということでね、もうカーダジョッキーのと大体オッズで言うと3倍ぐらいは間違いなく人気になるという、人気が下がるんですかね、そういった状況になってしまうわけなんですけれども、そういったバランスで考えると、下手したら今回一番人気もありえるぞという、そんな状況でもあるんですけれども、やっぱそこのバランスだったりですとかね、近年のこの馬における構想条件が固まっていること、そこ考えるとちょっと思い切った印の付け方、もう印というかない印、そこもちょっと視野に入れなきゃいけないかなという、そんなところですかね。まあそんな風な一頭として捉えてください。はい、続いてはブローザホーンですね。こちらの馬がこの春ぐらいから頭角を現してきまして、今年の函館記念で
重賞でも馬券圏内に入ったというそんな一頭です。まあ、ただ成績でいうとね、完全に 2200m に距離 2200m 以上、そういったステイヤー適性を誇るような馬でして、さらに、道あるになるとさらにこの評価がぐっと上がっていくというそんな一頭となっております。まあ、そう考えてる前走の 2600m での道ある、まあ、そりゃ勝つよねというそんな状況になってしまうわけなんですけれども、果たして今回の開幕週の京都外回り、まあ、ちょっと天候が怪しいみたいな話もあるんですけれども、それでもやっぱね、やや重程度だったらそんなには時計かかんないと僕は考えております。となるとやっぱ条件としては前走からの比較でいうと間違いなく僕は良くないと考えております。もし仮に極端に馬場が悪化しまして、やや重馬場とか、そこまでいったらちょっと考えなきゃなという一頭なんですけれども、もし仮に、今回両馬場の前提である程度は動画撮っているんですけれども、であればね、ちょっと信頼度としては前走ほどではないというか、金走よりは下がるのかなというそんな一頭です。で最後に取り上げるのがボッケリニですね。こちらの馬なんですけれども、成績見るとね、本当にわかりやすいという、そんな一頭なので、その成績をまずご紹介をさせてください。この2022年以降、まあ、この馬がある程度本格化を果たして、ある程度ね、路線が決まってきたような、そんな2022年以降なんですけれども、G1 の成績でいうと、0003、まあ、3回走って馬券圏外全部という状況なんですが、G2、G3、そういった条件においては、2310ということで、馬券圏外が1回もない、馬券内で 100% という、そんな条件を誇っておりました。まあ、分かりやすく自分の持ち畑で走るのかなという、そんなところですかね、そんな一頭だと考えております。で今回、まあ、ディープモンドのところでもちょっと触れたんですけれども、京都外回り実績がある馬がそんなに多くない。まあ、これ当然なんですけれども、やっぱね、阪神開催を挟んだという状況でもあるんですけれども、このボッケリに関して言うと、京都の芝外回りの成績が2100連対率 100% という、そんなような素晴らしい成績を残しておりました。で前走宝塚記念、ちょっと無茶な挑戦かなと僕は考えていたんですけれども、内目の方からレースを進めまして、直線でも一瞬これ、おっと、これあるんじゃないかと思われるような足を見せたんですけれども、結果的には外出しの、まあ、決着に飲まれてしまったという状況でした。まあ、今回の条件だったらね、馬場としてはフラットな状況だと考えておりますので、まあ、ある程度前に行かないとちょっときついのかなという印象はあるんですけれども、やっぱこの自分の持ち場、G2 に変わったことによって、それに加えまして、京都外回りという状況を考えますとね、やっぱ見直しは必要かなというそんな一頭です。はい、以上で毎日王冠と京都大賞典、この2つの注目は終了となります。あと週末の動画なんですけれども、ちょっと多分どっちかですかね。京都大賞典の前日、もしくは毎日王冠の前日、まあ、こちらの方で必ず一つは動画を出したいと考えておりますので、そちらの方を何卒楽しみにしていただければ、そんな風に考えております。高動画が何か参考になったら、ぜひチャンネル登録などもね、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。